はい、どうも中井戸です。今回はサービス終了まとめでございます。まあ、2月のゲームをすでに3本エデゼロとモンストレ紹介したんで、3月も一緒にやっていきます。今回は有名なタイトル多いですよ。ファイナルファンタジーで10年続いてアニメ化もした消滅都市で、コロプラの実験作、会社ごと行きかけてる対策 MMO ということで、まあ、個性強いですね。なかなか語れることも多かったので、最後まで聞いていただけると非常に嬉しいです。それでは行きましょう。1本目はこちら、ディシディア、ファイナルファンタジー、オペラ、オムニア。サービス開始が2017年2月1日で、サービス終了が2024年の2月29日ということで、ずいぶん長いことをやってましたね。配信はスクエニで、開発がチーム忍者で、どんなゲームかというと、ディシディア、ファイナルファンタジーってこう PSP のゲームがまずあって、でこれをベースにしたアーケードゲームもありますと、ゲームセンターのゲームですね。そのアーケードゲームの開発がチーム忍者だったと。なので今作はですね、そのアーケード版と世界観を共有する作品なんですよ。それがディシディア、ファイナルファンタジー、オペラ、オムニアだったということで、歴代 FF キャラが出てくるオールスター系ですね。でその特徴としては、キャラクターがストーリーで加入します。でガチャでも武器と一緒に出て前倒しでゲットできるんですけども、ガチャ引かなくてもやってたらどんどんキャラが増えていくよというゲームですね。でシステムが行動順系の特殊なコマンドバトルで、ブレイブ攻撃って相手のブレイブを奪う攻撃と HP 攻撃っていうね、相手の HP を削る普通の攻撃。そもそもブレイブって何なのかとか、ブレイブ攻撃何の意味がっていうと、最初にブレイブの初期値があるんですけど、 HP 攻撃は全ブレイブを消費してブレイブの数値を参照したダメージを与えるんですよ。だからブレイブがなくなっちゃうと、もうダメージを与えることすらできない。なのでブレイブの奪い合いと要素がある。で HP 攻撃すると、ブレイブ全部消えるからHP 攻撃しても意味がない。なのでブレイブ攻撃っていうのは攻防一体の技になったわけですね。でそんなことしてたらですね、お互い HP 攻撃したらブレイブお互いゼロじゃん、終わりじゃんってなるんだけど、ブレイブ攻撃を食らってブレイブがゼロになると、ブレイブブレイクが発生してボーナスでですね、いっぱいもらえるんですよ。体感ゲージ貯めてダウン取ったみたいな感じで、行動順も遅らせることができます。なのでブレイクするっていうシステムは結構いろんなゲームあるんですけど、そのブレイクするゲージを奪い合う攻撃があるっていうところがね、面白い特徴なのかなっていうのが基本ルールのゲームです。はい、サービス終了原因なんですけども、売上見ていくと、売上の方が年々落ちていってサービス終了へということで、寿命なんかなと思います。十分長いことありましたからね。ストーリーも完結ということです。 FF のアプリはですね、原戦争しかり、レコードキーパーしかり、古いもの多いですが、全体的に似た傾向になります。単純に原作人気キャラを出し尽くしたとか、そろそろグラがしょぼく見えてきたっていうのはあるでしょうね。各作品のね、人気キャラとか主人公とかを出してしまうと、もうちょっと弾がなくなるっていうのがあるのかなと。で全体的に見ればドラクエアプリの好調です。モンスターとかね、武器とか、見た目とかね、数の点でドラクエの方が売れそうな気はしますね。弾が多いかなと、ドラクエは。であと世界観が共通してるのも作りやすいですね。そのナンバリングの性質上、FF よりもドラクエの方が一貫したファンが多そうじゃないですか。FF はそれぞれ違う作品なんで、この作品は好きだけどこの作品はそうでもないよっていう人もね、いるかなと思うので、オールスター系もドラクエの方が売りやすかったのかな。あとモンスターがね、やっぱ人気があるところとか、武器ガチャしても売れたりするところとかも含めて、FF よりドラクエの方が売れてるゲームの側替えゲー作りやすそうですよね。実際ドラクエウォークとか見てるとそう思いますね。ただこれだけ長い間、サービス続けてきて、スクエニックスの稼ぎ頭となったっていうのは素晴らしい功績かなと思いますね。ではサービス終了ツイートから惜しむ声を探っていくんですけども、7年にわたって応援いただき誠にありがとうございましたという中で、途中離れてた時期ありましたが、7年間お疲れ様でした。本当に楽しいゲーム内容、ユーザーに優しい運営さん、素晴らしいフレンド、本当に感謝しきれないです。今臨在こんな素晴らしいアプリゲーム出てこないだろうな。オペラオムニア2が出てくれれば運営様期待しまってます。原作で叶わなかった夢を見させてくれてありがとうございました。長い間お疲れ様でした。昔のキャラにもボイスをつけてくれて、関わるはずなかった人たちのわちゃわちゃした感じを見せてもらえて、本当に感謝しかありません。すごく楽しかったです。ありがとうございました。っていう、感謝の声多いですね。あと、ディオディシムのリメイクや新作、オペラオムのコンシューマー化とずっと待ってます。2を出してほしいとか、コンシューマー出してほしいとか、そういうゲーム多いですね。今のスクエニが、今からソシャゲ作るのってあんまなさそうなんで、AAA に注力するって言ってますからね。コンシューマーでリリースされるっていう方が可能性としてはあるのかなと思いますね。はい、続いてはこちら、消滅都市。サービス開始は2014年5月26日で、サービス終了は2024年2月27日ということで、約10年、長寿タイトルですね。で、タイトルは消滅都市なんですけども、2016年に消滅都市2になって、2018年に消滅都市0になって、2020年に消滅都市に戻るので、タイトルは消滅都市です。でジャンルはドラマアクション RPG で、開発はライトフライスタジオ、グリーですね。で、どんなゲームかというと、もう10年近く運営した長寿タイトルということで、ソシャゲ界で有名なタイトルですね。2014年はまだ、パズドラの影響が残る時代で、
て、まあ、どことなく1枚絵の使い方がパズドラモンストっぽいなと。やっぱゲームやってみると時代感じますね。で、ゲームシステムは強制横スクロール系ミニゲームで、ジャンプしたり降りたりすることで障害物を避けつつ弾を拾って拾った弾によってバトルするゲームです。それに加えてストーリーもあって、パズドラモンストの後に出してもなおポジションを確立できるだけの人気を獲得した。パズドラモンストのゲームのところを変えるだけではもうちょっと2014年ではおそらく売れなくて、そこにちゃんとしたストーリーをつけることでもう一つ新しいものを提供してきたっていう感じですね。で、まあそこの雰囲気とか世界観が良くてこんなだけの長寿態度になったんじゃないかなと思いますね。ストーリーに関してなんですけども、ある日忽然として消滅した都市が舞台なら、まあ消滅都市と。で、主人公は運び屋の拓也で、ヒロインは消滅からただ一人奇跡的に生還した少女ユキ。その特殊な能力を持っているユキは謎の組織に囚われていたんですけども、あの運び屋のね依頼を受けた拓也がなんか消火器で救い出して、で、まあそれから拓也はユキと契約して消滅都市の中央にまで連れていくことになりました。しかしその行く手には様々な困難が立ちはだかりみたいな話ですね。で、その後2019年にアフターロスト消滅都市、まあ、これは全く売れなかったですね。新しいアプリが出たんですけども、まあ、このと1ミリぐらいしか売れなかった。まあ2019年にもなるとですね、消滅都市の人気はすでに落ち着いていて、売り上げも黒ではあるけどぐらいのラインだったんで、ゲームの中身はリッチになった消滅都市で、ストーリーを重視したスマホゲーム初のフルリメイク作品になっていると。で、この頃から元祖消滅都市のアップデートに力が入らなくなって、アフターロストに人員を回せるんじゃないかっていう話もねあったんですけども、しかしアフターロストがねあんまうまくいかなかったので、2019年末にもうすぐに更新停止すると。で、まあ、めでたくですね、元祖消滅都市の方に人が戻ってくるということがありましたね。で、2019年といえばアニメ化、アニメ消滅都市もこの年でした。ただこのアニメ評判が悪くて成功しなかったですね。で、アニメ見てみたんですけど、まあ、原作未読ではちょっと厳しいな、まあ、シュール系アニメに仕上がってました。というのもこのゲームアニメ化するとなかなか絵面おもろいんですよね。その原付で軍用兵に撃たれてるんですけど、そこから逃げながら魂バトルする、なんか謎の坊さんが原付のハンドルに立つみたいな、面白かったです。まあそうはならんやろみたいなね。あとですね、シュプリーム5っていうアイドルユニットがゲーム内にいたんですけど、それが2018年5月にメジャーデビューをしている。これはあのリアルですね。まあ声優さんが歌って踊る的な、そういうあれかなと思うんですけど、まあここから見てわかる通り、あの手この手で IP を拡大、収益性を高めようとしたんですが、結果あんまうまくいかなかったっていう、まあちょっと手広くやりすぎていろいろキャパを超えたのかなと。で、消滅都市自体もまあ最後の 1,2 年はアップデートもなかったということで寿命かなっていう感じですね。まあでもほぼ動いてない状態で結構売り上げ出てたのはすごいっすね、なかなか。はい、でですね、まあ、こんだけついてるゲームだと、もうその差し入ツイートへのリアクションもめちゃめちゃ多くて、長い間お疲れ様でした、お疲れ様でしたっていう声がすごく多いですね。まあ、こんだけ長いことやってるとですね、まあ、中学生の頃に始めた人も、もう社会人になるというか、このゲームが青春時代の大部分を占めたっていう方もね、少なくないんじゃないかなと思います。はい、次はこちら、モンスターユニバースですね。サービス開始が2013年1月24日で、サービス終了が2024年の3月29日ということで、これはかなり短期ですね。開発がコロプラです。で、どんなゲームかというと、これかなり特徴的で、iOS、Android、PC がプラットフォームなんですけど、落とし切り 3D アクション RPG ってことで、これかなり革新的で印象に残ってました。もう最初から60時間のストーリーがあって、それエンディングまで無料でプレイできます。で、アスタタみたいな感じじゃなくて、もうそこで終わりっていう。で、ガチャとかは存在してなくて、課金は買い切りキャラクターのみで、キャラクターコンプに必要なのも約3万2000円ってことで、もう天井からしてもそんな高くない。で、課金でキャラクター買うんですけども、まあ、星4キャラってのがいて、星4キャラをある程度進めると1体だけ無課金でもらえるんですけども、まあ、これが課金キャラ、1体1500円で星3が480円でパッケージだともうちょい安いですね。まあガチャゲーから考えると安いですよね、1体1500円っていうのは。このガチャつけないっていうのと、まあ、ストーリーエンディングまで無料で遊べるっていう、もうちょっと挑戦的なマネタイズが面白かったですね。で、さらにゲーム性がまあ配合と継承があるモンスター系 RPG で、まあ、時間を使おうと思えば使いまくれる仕様ですと。儲かりそうにはないんですけど、まあ、ちょっと実験的なというか、またいつものコロプラのやつだなって感じで、まあ、社会実験としても面白いなと思ったんですけど、びっくりしたのが、これ差し入とかあんのって驚きましたね。落とし切りなんだからオフで遊べるゲームならよかったのになっていうところで、まあね、落とし切りでストーリー最後まであんのはいいけど、アップデートとかもあるだろうし、ライブサービスゲームだったんだな結局みたいな。で、これってじゃあそのガチャないだけじゃんっていう、
局。結局マネタイズがガチャじゃなくて買い切りキャラなだけじゃんって思いましたね。じゃあそのフルプラとかガチガチ有料のゲームとして戦えるかっていうと、そこまでのクオリティではなくて、まあガチャゲーとして売れたかっていうと結構未知数みたいなタイトルなんで、まあこういう出し方はいいとは思うんですけど、オフで遊べたらよかったなっていう印象ですね。でまあ本当にこのゲーム結構頑張って作ってあるんですよ。クオリティとか予算はまあソシャゲ基準で言うと結構高めなんだろうなと思うんですけども、なんか驚くほど知名度がなくて、まあ、Steam の同説もですね最大1400人しかいないと、まあ、これはね海外名を別でつけてて、ボルザークみたいな名前なんですよ。モンスターズ&ランズ&ノーみたいな、これにしたのも良くないね、探しづれえよと思って。どうせ日本のユーザー大半なんだから。でまあ皮肉にもですね、買い切りのパルワールドがこの1年後に出て売れてしまったわけなんですね。まあパルワールドとゲーム性は全然違うんですけど、まあ似たようなモンスター系のゲームであり、で開発費も僕はパルワとそんな変わらんのじゃないかなと。パルワが10億で作れたのは安すぎるのはあるんですけども、なんかちょっと新しめの切り口でもしかしたら爆発しないかなみたいなとこだったと思うんですけども、まあ結果だけ見ると、その無料でストーリー全部できるライブサービス型よりも有料で作りかけのアリアクセスゲームの方が収益的にもサービス終了時のユーザーのダメージ的にもなんか良かったんやなっていう。チャレンジしてますみたいな顔してるゲームでよく思うんですけど、チャレンジするなら振り切った方がいいんじゃないかなっていうところありますね。その本当の意味で新しい挑戦をしないと、その結果がフィードバックしてもあんま価値がないものになっちゃうじゃないですか。で今回だとこれは結局じゃあガチャがあるかないかの違いでしかなかったよねっていうところで、いやストーリー最後まで遊べるんですよとは言います。じゃあそれアッサータタリクスもね、その似たようなもんなんで、やるんだったらもっと振り切ってもらった方が僕ら YouTuber とか配信者とかもネタにしやすかったんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで惜しむ声なんですけども、公式アカウントはこれなくてちょっと探しにくかったですね。ただこんないい感じの声がありました。1週間前に始めてめちゃくちゃ楽しかった思いに終わっちゃうなんて。次はぜひオープンワールドもパルモンライク後輩要素を持った唯一無二のデゲームとして帰ってきてください。主人公もとても魅力的でした。ありがとうございました。というわけで、確かにねちょっとパルワールド軸みたいな感じで、せっかくモンスター作ったわけだし、やってみても面白いかもしれないですね。まあその研究用だとしたら、まあ、ある種投資みたいなところもあるので、今作で作った素材をうまく活用してねやっていってもらえればな。そう思うくらいこのゲーム結構頑張って作ってますし、それに反してやっぱ知られてなさすぎるなと思ったのと、売り上げも出てなさすぎるなと思ったんで、この通り、まあ、別の形でね再生させてあげたらいいんじゃないかなと思いました。はい、続いてはこちら、ロストワークです。サービス開始が2020年9月23日で、サービス終了が2024年の3月20日ということで、まあ、3年以上やってましたね。で、トライポッドスタジオとスマイルゲート共同開発で、2019年に韓国版がリリースされました。なんでこれ韓国のゲームですね。で、2022年にヨーロッパ、北米、南米というところでリリースもありましたと。で、まあ、ジャンルは MMORPG ですね。このロストワークは開発費が8500万ドルの、まあ、超対策 MMORPG ですよ。まあ、今だとめちゃくちゃ高いけど、まあ、2019年後だと一応100億いかないかなぐらいですね。まあ、開発期間も長くて2011年に開発スタートの超対策なんですけども、まあ、MMO の対策って結構きつそうですよね。で今回まあサービス終了ということで取り上げるんですけども、あの日本版のサービス終了ですね、あくまで。でグローバルではまだなんとかやってるんじゃないかな、もしかしたら順調かもしれません。で評価自体は悪くなかったです。メタスコア81点と。でですね、まあ、グローバルで Steam 版が130万人とかいたんですけど、あの人口激減してて今この通りしぼんでいってますね。まあそうですね、ニューワールドの時もね、すごい騒がれてたんですけど定着しないなという印象ですね。僕も騒がれていたからニューワールド買ったんですけど、まあ、買っただけでほぼやってないですし、まあ、お金もったいないなと今では思ってます。 MMO が出た時ってなんかやっぱ自分の求めてる世界はそこにあるんじゃないかって言っちゃうんですよね。未練でブルプロとかもそうだけど未練で言っちゃうんですよね。やっぱ MMO にときめいてた時があればあるほどそうで、で行くんだけど、あ、これなんかちょっとやっぱちゃうなっつって9割ぐらいがやめていくんでしょうね。まあそれでもね一時的に130万人集めたっていうことはすごいですけどね。あとまあリッチな MMO 全体にいることなんですけども、アップデートで困ってる気はしますね。かつてのテラもそうでしたけども、やっぱ開発費かけたものになればなるほどアップデートにコストがかかって苦しくなると。でまあ、 あの今回ですね、さっきも言ったんですけども国内版のサービス終了ということで、これなんでか、まあ日本であんま受けてないんですね。そりゃそうです。まあ言うて見下ろし型で、つまりそのディアブロとかアリネ系の韓国系 MMO だし、僕がレッドソンやってたから馴染み深いんですけども、まあ日本人のほとんどの人はそんなことないのかなと。そんなこと言ってたら MMO なんか日本で売れないじゃんっていうところはあるんですが、でもまあそれぐらいのことは分
かってて日本で売ってるでしょっていうのはあるんですけども、差し売り理由がですね、そのソロストワークの不振が原因ではあるんですが、まあ、パブリッシャー自体もかなり終わってたっていうのはあるんですよ。何があったのかというと、もともと株式会社ゲイモンって会社がこれパブリッシングしてたんですよ、日本でね。まあその韓国 MMO って昔からそうで、本家が韓国に開発があるんですけども、そこの日本法人が日本でやるっていうよりかは、まあ、日本の会社が、まあうちがあなたのところのゲームを日本で提供する運営やりますよみたいなあるんですよ、そういう会社が。でそこがだいぶぐらついたのが原因だっていうところ で、時系列としては2020年9月にロストワーク始まりました。で2021年11月にエリオンっていう、これまたデカめの MMO 始まるんですよ。で2020年4月に株式会社 GOP っていうところが、まあ、設立されました、子会社がね。この時点でちょっとざわついたんですけども、まあ要はゲーム音が子会社を作ってオンラインゲーム運営事業を全部そっちでやることにしましたと、持たせましたと。まあ実はですね、僕の青春のゲームことレッドストーンもですね、ゲーム音がやってたんですね。だからそのニュース見てたんですよ。で同じ年にレッドストーンのプロデューサーが交代してたのも印象的でした。僕このプロデューサーさんとお会いしたことあったんで、あの人辞めたんだと思って。でそして2023年の3月、株式会社バロフっていう、まあ、韓国の会社あるんですけども、ここに GOP を譲渡した、まあ、要は買収されたっていうニュースがね飛び込んできて、これはすごかったっすね。要はゲームがきつい、まあ元々だいぶきつそうって業界言われてました。僕もよく話聞いてました。それはゲーム音の黄金時代ですね。まあレッドストーンが売れてた時しかりなんですけども、あのその時にいた人って今だいたいエイミングにいるんですよ。なんでなんかちょっともう抜け殻っぽいなと思ったんですけども、でゲーム音は音源事業を切り出して子会社の GOP に詰めて、それを売り渡したってことですね。で買収額は100億ウォン、まあだいたい11億円ぐらいですね。意外と安いなと思いました。でこの11億円くらい意外と安いなっていう印象で、これなんでかっていうと、 GOP に渡したタイトルからロストワークもそうだし、エリオンもそうだし、レッドストーンもそうで、それ30タイトル以上のオンラインゲームを持ってたんで、さその運営権全部がってことですよね。だからこのオンラインゲーム福袋って考えるとだいぶ安いな。でこの後ですね、エリオンが2023年9月に終わっちゃうんですよ。でエリオンは、ね、2022年に韓国と欧米が終わってたんで、もう日本は最後で、うわやっぱきつかったんだと。で2023年11月にそのバロフですね、バロフのバロフジャパンが解散して、GOP にタイトルを移管するってことで、ざわ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 して、でやっぱり音源運営事業自体がうまくいってなくて、まあ、どんどん切られていってる。で一斉にというよりかなんか一個ずつ消えていってるって感じですね。で今回ロストワークもその一つだったと。でまあ我らがレッドストーンも2024年2月にライセンス契約が終了して、もう開発元にサイプス移管しちゃいました、まあ、うちではもうできませんよって言われたから引き取ったっていう感じですね。有名な MMO の黒い砂漠も GOP のポータルサイトからパールアビスっていう韓国のサービスに移管したりとか、結構手放しが起こってるっていう状態ですね。なんでまとめると、まあ、MMO の時代があって、レッドストーンを筆頭に韓国のゲームを日本でパブリッシングしてたゲームオンって会社がすごい儲かったんですけども、まあ、韓国 MMO の時代が、まあ、特に日本で終わってソシャゲに行ったと。まあ、僕はあのグラブルが後を継いだと思ってるんですけど、なんならで厳しくなって音源事業を切り離して売却したけど、その延命請負人系企業も持っていられなくなって終わった。でそこに至る原因には、まあ、ロストワークとかエリオンみたいなその最新の対策 MMO の不振があったのかな、まあ、高い割に売れなかった。そして我らがレッドストーンも、まあ、20年やったんですけど、まあ、ちょっと捨てられちゃったなっていうのね、ユーザーの反応なんですけども、まだ終わってほしくないですって人の意見多くて、で運営移管お願いしますっていうコメントが死ぬほどついてますね。やっぱ他のゲーム、まあ、レッドストーンもそうなんですけども、運営移管して生き残ってるんで、まあ、なんでロストワーク生き残らないんだと、運営移管してくれねえのかっていうところとか、そういう気持ちがあるのかなと思います。はい、じゃあまとめなんですけども、今回はですね、やっぱりいろんな個性のあるゲームがたくさんあってすごい勉強になりましたね。特に最近は長寿タイトルがとうとう終わるみたいなのが相次いでるのかなという気がします。まあ救いに消えるそれはね多かったですけども、まあ、今回はグリーンのタイトルも終わると。でも MMO に関してはね、やっぱ日本で MMO がきついっていうのはもちろんあるんですけども、まあちょっと違うアプローチが必要なのかなと思いますね。そのいかにもザ MMO みたいなパッケージングとか入り口が良くないだけで、ゲーム内でのユーザー同士のコミュニケーションが楽しいとか、ユーザー同士でランキングを競ったりとか、そこで勝つために課金するとか、あと、まあ、同盟とかギルドみたいなのを作るっていうのは、それはまあソシャゲでもやられてたことですし、で最近で言うとキノコ伝説とかでも、まあ、そういう MMO っぽい楽しみ方とその競争心の煽り方で、まあ、セルラン上位を維持してますから、だから根っこのところは別に変わってないのかな。ただそのゲームに対してそんなにもう時間使えなくなってきたとか、あんまり重たいの嫌だとか、そういうところでまあちょっと、まあ、いかにもな MMO は
特に日本ではあんまり受けてないですけども、その楽しさの本質的な部分っていうのはこれは全然変わってないと思うので、アプローチの仕方を考えれば全然あるんじゃないかなと思ってますね。まあ、というわけで今回のね結論としては、移管したレッドストーンの動向をね今後も追い続けていこうかなと思います。はい、というわけで皆さんも何か今回の動画の中で思うところあればコメントしていただけると、まあ、非常に参考になりますし、今後の動画にも取り入れていければなと思います。というわけで以上の動画でした。今後ともよろしく。